はい、木の店三木です。フローリングです。これは節が、たくさん入った、フローリング、これはですね、青森ヒバのフローリングですね。節が、入っている、グレードになります。まあ、節ありグレードですね。サイズはですね、まあ長さが1820、幅が1枚の幅が、9センチ90、そして、厚みが15ミリですね。それの、まあ、ユニタイプとかこう工場で継ぎはぎしたものじゃなくて、1枚ものですね。でもちろん、国産の青森ヒバですね。国産品になります。まあ、作ってるのも日本ですね。はい、こういう感じですね。青森ヒバはだいたい青森県の営林所、まあ、国がねだいたい管理しているということなので、そんなにね、結構伐採制限とかねしっかり管理されている木なので、そんなにね昔ほどたくさん出てきている木ではないので、なかなか貴重なものなんですけど、はい、まあそういうふうなことをしているおかげでね、原木の太さも、結構ね太い木が多くてですね。で、太い木が多いってことは、こういう幅の狭いフローリングにした時も節がね一個一個が比較的大きいんですよね。で、生き節のねしっかりした生き節の節もね結構多くて、こう節ありの材料とはいえ、こう美観がねあまり損なわないでいい感じにこうバランスよく、これは1ケースから10枚入ってるんですけど、それを、今このベニヤの上に並べただけですけど、まあ、それで、ね、こうランダムに並べただけでも節がねこういい感じでこう適度にこう散らばってる感じでいいですよね。やっぱ樹齢の高い木ってこの節が大きいのが一つね特徴だと思います。で、こちらの工場は青森県の工場で、節のこの割れたところもねパテ埋めしてますね。こういうところもパテ埋めしてます。はい、で今これは塗装は、されてないですね。無塗装になります。はい、こういう感じですね。で今ね1枚ずつこう並べただけなんですけど、この隙間見えますかね。しっかりね一枚一枚は精度がしっかりちゃんと作られてるんですけど、出来上がった後に、まあ、もちろん無垢材なので横に反れてるんですね。横に反れて、このままただ力なくただ置いとくとこうやってちょっとところどころに隙間があるんですけど、施工するときに一枚一枚ちゃんとギュッとこうある程度まっすぐにしてね釘を打ち込めば力で板がまっすぐになってくれるので、施工上はそんな問題ないと思います。ちょっとギュッとやってもらいましょうか。そうですね、この辺もそうですね、こうやってちょっと力入れるだけで今見てもらったように隙間がね閉じるので、はい、そういう風な感じで施工の時、まあ、大体こういうのを扱って大工さんはご存知だと思うんですけど、はい、そういう材料になります。はい、青森ヒバの、一枚板のフローリングですね。節ありのものになります。これもね、オイルで仕上げると、特に、まあ、お相撲カラーで仕上げると本当に見栄えもよくですね、油と木がね本当に相性よく、濡れ色が出て、そして経年変化もねすごくいい感じで、青森ヒバどんどんこの張った後に良くなっていくと思いますので、オイル塗装との、組み合わせはおすすめします。この今画像は無塗装になります。はい、それではご視聴ありがとうございました。